月曜日から実施いたしました4号機のプールの状況につきましてご報告させていただきます。こちらは動画の資料が5本ございますので順次ご説明させていただきます。まず19日に実施いたしましたプールの使用済み燃料ラックの上の写真、状況です。 あのこういったコンクリートの破片ですとかあとハンドルは見えておりますけれども、えー、いわゆる燃料棒そのものはあの少し細かい砂のようなもので覆われておりましてはっきりとしては見えておりません普段でありますともう銀色に光った状態で見えているのが普通の状態にななりますすこちらのの方は空ララッッククですあの使用済み燃料が入ってないラックになります。 まあ、番ラック側のこの35番です。とか9番といった番号はまあ読める程度のまあ、あ状況になっています。これはあの落下した。あの板状のがれきになります。あのこちらの方は少し場所が違います。けれども、今度はあのまあ砂小石のようなものの。ほかにこういった。あのまあ。 金属製の板のようなものがまあ落ちているというような状況です。あのこういった板状のまあ瓦礫もあのまあ現時点では回収可能ではないかというふうに考えています。こちらの方はあのキャスクピットの壁面の方になります。まあ、壁面を押さえている金具のようなものが見えておりまして、今回はあの真下の方になります。えっ、ー、とこちらもプール側と同じようにこういったあのコンクリート片のようなものがあの見えています。